はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですが、私ずっとてか多分ね、多分というかコメント欄、まあ、毎回見させていただいております。よかったらどんどんコメントをお書きくださいます。ありがとうございます。見たよっていう意味で基本いいねしておりますので、もうすべて目を通しているんですけど、やはり皆さん気になりますよね。僕と同じですね。そうでございます。無惨様と次くんよりいち、どっちが勝つか気になりませんか？もう僕ずっとそれ、無惨様出た時からちょっとやりたいなって思ってたんですけど、まあ、ちょっとついにね、やっぱりコメント欄でもたくさんやっぱりリクエストありまして、基本、コメント欄のね、すべて見させていただいて、で、それ、あ、これいいなって思った企画、大体やらせていただいているので、またどんどんね、よかったら、書いていただきたいんですが、まあ、無惨様がいると。で、無惨様って、鬼殺隊全員でも無惨様が勝ったんですよ。で、でも、よりいちに関しては強すぎるので、上限の鬼10体だったら確か負けたけど、さすがに。上限の鬼1対1だったら、もう圧勝なんですよ。よりいちが。でも、無惨様と、よりいち。まあでももちろん無惨様まだ完全形じゃないですよ。今これお試しなので、まあ、25% 減るごとに衝撃波を食らうっていう。要はその衝撃波食らうと、動けなくなるんですけど。でも、よりいちって攻撃した瞬間にすごい、なんかね、攻撃しながら走ってくので、衝撃はもう受けないでいけるんじゃないのかなと。よりいちのはとんでもない攻撃力の代わりに、体力的にはそんなに高くない。っていうのが特徴で、どっちだろうな、無惨様が勝ちそうな気はするけど、でもよりいちのとんでもない火力、その火力が無惨様を粉砕するのか、ちょっとやってみたいと思います。ということで、もう早速行きましょうか。こちら。次くんによりいち。はい、こちらでございます。今、今は、朝になっちゃったから、今やると、無惨様が燃えてしまうので、ないと。はい、こちらにさせていただいて、そして、暗視のポーションを飲みます。で、まず、無惨様を投入すればいいよね。そうだね。サモン、鬼滅無惨、いきます。ここで、無惨様を出します。はい、こちらですね。で、出した状態で、いきましょう。それでは、いきます。3!2、1、スタート。どうなる、ついに、二人が、あんまりネタバレになるからあれだけど、ついに二人が戦う、この瞬間。しかし、戦わない。二人は戦わない。みんな気づいてくれ。よりいち、よりいち、無惨様に気づくんだ。ほら、よりいちくん行っちゃいなよ。ほら、告っちゃいな。行った行ったぞ。うわ、強っ。こうじゃなくて、ここだとあれなんだよな。ではですね、これ無惨様何体も出せるかな。出せるのであれば、何体も出して1体目でしょ、多分出せるよね。召喚コマンドだもんね。もう出ていますとかそんなのないと思うんだ。来た来た来た、2体目。3体だったらどうですかっていう話です。あ、2体、まず2体にしようか。で、この状況でいきますよ。スタート。さあどうなる。これはでもさ、早っ。おー、出た、衝撃が。無惨様にも当たってしまって、動けない。しかし、いやでも一発当てたぞ、衝撃波を。これはどうだ、これを食らう、食らう。しかし衝撃波が来るぞ。あー、その前にやった、早っ。もう無惨の衝撃波が来る前に、よりいちが倒しちゃうんだ。じゃあ今度、3体行きましょうか。はい。行きます。いや、ずっと気になってたことだからな。なんか、感動してる。3体、行きます。それじゃあ、スタート。近場の方がいいよね、多分。さあ、どうだ、これで無惨の、これだ。いや、待って、よりいちに聞いてない。これはまずいのでは。よりいちに聞いていない。ダメだ、やっぱ強い。もう、衝撃は打つ間もないもん。お、いや、でも、いや、待って、よりいちに聞いてない、これ。止まるやつ。衝撃、今、明らかによりいちに当たったけど、受けなかったダメージというか、止まらなかった。はー、ということで、よりいち対無惨は、
より一の圧勝ということで、はい。でもですね、皆さん、待ってください。もちろん、これまだ、無惨様、要は、もう、体験版でもないんですよ。要は、制作段階の、もう、初期の状態らしいんですよ。要はもう、衝撃波しか準備してません。普段の決起術っていうのかな？無惨様も決起術っていいのかな？まあ、決起術じゃなく、多分、これって決起術とは別の、なんだろう、もう特殊効果みたいな。あとは素手なんですよね。だから今後、その、無惨様が決起術を手にした時に、より一と無惨様戦ったらどっちが勝つのか。ちょっとそれもね、やってみたいなと思いますので、見ていただけたらなと思います。ちょっと僕、より一と戦ってみる？無理か？勝てないか？皆さん、僕、ちょっと思ったんですけど、サイコロステーキ先輩だったら、もう大量にね、前上限の1の国志望との時に、まあ、大量に、まあ、サイコロステーキ先輩を出したら勝てるのかっていうのをやったんですよ。もう本当にもう、アリの大群みたいな感じでもうびっしりやってみた。まあ、1000体以上は出てるでしょうね、間違いなく。で、やってみて、負けたんですよね。でも、じゃあ、お前は絶対無惨様勝てないじゃないかってなるじゃないですか。じゃなくて、その、無惨さ、ま、要は、国志望って、月の呼吸をガンガン使ってたんですよね、範囲攻撃の。じゃなくて、無惨様って素手の攻撃なんですよ。だから、一体ずつしか倒せない。まあ、衝撃波はあるんですけどね。衝撃波はあるけど、でも、25% ずつじゃないですか。だから、ワンチャン、衝撃波でブワーってやられたとしても、まだ残ってるから、で、4回衝撃波耐えればいいんですよ。その、サイコロステーキ先輩が。その、いっぱいいる中でね。もしかしたら勝てるんじゃないのかなということで、今回、また、このように、サイコロステーキ先輩も大量に出しまして、で、まぁ、ちょっとしばらく、この状態にしておきます。で、それで、無惨様と、ちょっと戦わせみようかなということで。はい。じゃ、ちょっと、お待ちくださいませ。よし、こんなもんでいいでしょう。はい。今、ここら辺、前も言ったんですけど、真ん中ら辺空いてるんですけど、ここら辺にも多分重なってます。はい。この中にとんでもない数がいます。パッと見なんか、そんなに数いなさそうなんですけど、多分これね、何百十はさすがに言い過ぎだわな。何十にも重なってて、多分とんでもない数、ごめん、いると思うんですよ。この状況で、無惨様を降臨させたいと思います。ここでいいかな？ここで登場させれるかな？サモン。そして、鬼滅の刃、無惨。いきます。スタート！さあ、どうなる？これ。全然だ。ああ、でも、いや、すごい！サイコロステーキ先輩の前だ！サイコロステーキ先輩の前だ！ちょっと待って、これはやばい待って、これみんな集まってきたらまずいんじゃない？これ、すごい絵になってるよ。これ25%いったら、これね、でも、もし衝撃波がサイコロついてくる、サイコロステーキ先輩がすごいついてくる、やばいことになってる。これもしですよ、もし衝撃波が効かないとしたら、これ無惨勝てますよ、サイコロステーキ先輩が。どうなる？ 25% 消えた時に、もう 25% いくよ、多分。これで、もしや、衝撃波がサイコロステーキ先輩もし効かなければ勝てる。無惨に勝つこと、このペースはいけるぞ。いくら無惨様といえど一回の攻撃で、お、これは、ああ、無惨様外に出た、逃げた。しかし離さないサイコロステーキ先輩。あれ、待って、これ20 静かになったわいみたいな感じで向こう行ってんだけど。ということで、ちょっと待って、これ、ちょっと待って、もしかしてこれ、行く先、サイコロステーキ先輩では？これ、まだ
だこれ生成されてないだけであって、サイコロステーキ先輩の道ができてる。ダメだこれ、多分多すぎてあれですね、生成が追いついてない。はい、ということでとりあえず今回はまあよりまあ今日はねより一と無惨で戦わせた結果、まあより一の方が強いと。そしてサイコロステーキ先輩と無惨様戦わせたら、衝撃は受けたらとんでもないことになりましたという感じでございました。はい、ということで今回この辺りで終わりたいと思います。これ面白いよって思ったら、ぜひチャンネル登録高評価そしてベルマークよろしくお願いいたします。めっちゃ面白い。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。